extra name. と平山さんが出玉勝負をして、はい、それを視聴者の皆様に当てていただくという企画になってます。ヒロイン演出役も来た。嘘。7950。まあまだありますからね。おいったやろ。やったったねー。はい、もうちょっと平山さんにええとこ見せとかな、カッコつかんすわ、もうマジで。なんか急に来ましたね。急に来ましたね。まあこれがやっぱりね、面白さなんでしょうね。うん、今ね、好調、好調の波が来てるって言ってたんで、ですね、見せてほしい、ちょっとね、これ僕のオカルトがあって15秒数えるんですよ。はい。5、4、さあ間違えた、3、え、間違えてるんですけど。またやってもった。ちょっとオカルト失敗したんでちょっと怪しいですね。あー、やってもった。ここはそっか、ここは一発勝負ですね。そうなんです。50%。間違えてるけど大丈夫。これはいったでしょうよ。赤くなった。いったでしょうよい。間違えてよかった。いや、間違えてよかった。まあ、大体15秒から20秒置く、これが大事。いきます。はい、大丈夫。はい、大丈夫。はい、おーイ、デカルチェー、デカルチェー。まあ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 、先読み来た、先読み来た、先読みチャンス、先読み来ました。お、シーサーさんもチャンス、はい、で、出玉は表示された数字の合計です。あー、レバブル来た。うわ、やばい、やばいっす、やばいっす、レバブルです。やばい。いや、なんとか平山さんにちょっと格好をつけれたかなと思います。いや、素晴らしいです。なんとか、うん、間違えて本当よかった。オカルト間違い、はい、うわ、すっごい揺れてる。トミーさんがやっと当てて右打ちも成功させたところで僕が追撃しますよ。全然熱そうじゃないですけどね。緑保留でミッションですよ。成功で継続。レバブルなければまず期待しない演出です。ん、おー、そのパターンですね。強制解除。どこまで行ってくれるかな。ユニコーンアタックでもいいですけどね。ユニコーンアタックで当たるところも見てみたいんで。あ、ユニコーンアタックですね。むしろバトルの勝利パターンって結構見てますけど、このユニコーンアタックの当たりって僕実際自分で出したことないんで嬉しいです。赤レバブル、赤レバブル、フォーライン、ここまで行けばかなり熱いっていうね。はい、2回目の当たりになります。さあ、これいったやろ。よし、うわ、デカルチャ ー, チャー、すいませんね、なんかもう、あ、いや、こっちも、お、もう、はい、あ、当たってる、当たってる、当たってますよ。え、なんでみんなその319引けるんですか。ここはちょっとラウンド中に期待です。
さあ2回連続ファイナルチャンス成功なるか。いきます、お願いします。ここを突破できれば勝利に大きく近づきます。頼む、よし、たぶんラッシュ突入です。もう勝つでしょう、さすがに。ちょっと怪しいぞこれ、やばい、3000度割りかも。あもう富汁がすげえっすわ。もう富汁出てます、はい、出てます。これはもうこれ金かかっとったら、ま、マジでもうめちゃくちゃおもろいわ。お、待って、当たった。おお、来ましたよ、シーザーさん。当たりました。やりましたよ。なんか全然熱くなさそうだったんですけど復活。え、普通の復活で当たりました。普通のアルトのさっき外してたやつ。いいですね、ちょっとしたリーチでもしっかり当たる。よし、行きます。お願いします。なんか出ないとダメなんですか。ちょっとでも煽りありますよね、赤になったりとか。あー、なんもないです。ちょっと怪しいですね。はい、あー厳しい。ダメ元で行ったら嬉しい。えい、あまあまあその分私しっかり。いや頑張ってください。緑か。いや一回転むず。ちょっとそうですね、そこがね。ああ弱いな。弱い、ちょっと怪しいな。あ、赤い、赤字に。ああ、おーし、うまい、うまい、うまい、まだある、うまいよ。ありがとうございます、これで6000ゲットです。すごー。これね、ちょっとこれレバブル絡まんかった時の不安が。やばいな、審査さんもめっちゃ早いな。ねえ、早いですよ。おお、びっくりした。3連目かっこいい。おお、赤い。簡単、簡単ですね。こっちも超高速覚醒ハイパーまた行きます。シーサーさんもなかなか追いつかしてくれへん。いやーめっちゃ速いな、マクロスやばいな。速い、ね、いやもちろんガンダムもトータルでは速いけどこれ全然速い。いや入ったら楽しそう、ね、やばい。残り30分です。あ、試合いい、とこですねこれ。また早いぞ、早いぞ、ここからはどんどん行きますよ。気持ちよすぎるでしょこれ。さあ2回目、これでそうですね。いやどうなる。あー弱いか。
終わった。お疲れ様です。あっか8000ですね、約。まあ、出玉一緒ぐらいですね、僕の1回目と。はい、いや頑張りましたよ、素晴らしい。トミーさん、でも早かったですね、やっぱり。めちゃくちゃ早いですね。ちょっと面白そうだった。これだいぶちょっと僕力になったんじゃ。いやなりました、ありがとうございます。なんかもう当たり見えただけで嬉しい急に威張ってるこれ目すごいな。それは終わらないですよ、そんな簡単に。アッパアッパすげえな。いやだからね、僕いい印象が強すぎて、こんな甘い台大丈夫って本当に思ったんですけど、まあ冷静に設置点のデータを見るとやっぱり U タイムがない分1000回転以上のハマり、まあ、2000回近いハマりがあったりとか、 60% と言いながらラッシュ非当選がまあハマりながらも続いてたりとか、まあ、そうなるとねやっぱ吸い込みも結構激しいのかなっていうところで、この尖ったスペック、そのいい部分を僕が多く経験できているので、勝手に甘いんじゃないかと思ってるっていう。だからプライベートで1日好きに打てる時間があったら、僕ユニコーンを朝からがっつり打ちに行きたいんですよ。なかなかねユニコーン導入されて朝からゆっくりパチンコに行くっていう時間が取れてないので、できてないんですけど、いやーユニコーンやっぱいいっすね。さあこれでもうさっきの出玉には追いついた感じですね。6連もう7連目超えました、さっきの出玉を。さあというわけでですね、まあ、かなり優勢な状態になってますけれども、こういった形で、今回の企画はですね、毎回3人で2対1の戦いをやっていくという企画になっています。で、視聴者プレゼントの方も毎回用意する予定になってますので、皆さんよかったらですね、このキコーナチャンネルのチャンネル登録はもちろんですけれども、もう本当に応募方法も簡単なので、ぜひ予想をしてみて送ってください。まあ初回は多分僕の圧勝で終わると思いますよ。もうおこれで8連目、出玉は一撃1万発オーバーということになります。うわもう無理よ、もうあ今から当てて出続けても無理っすよ。もう無理ですね。だから今実際僕は1万8000発ですよ。すごいすごいな。さあこれで10連目もう1万2500発ですね。圧勝です。トータルで僕が2万発オーバーということになります。これ2対1なんでね、それはトミーさん平山さんチームが有利でしょうと思って、あちらに応募された方すいませんね、すいません、もうこうなっちゃうんですよ。おお金扉、金扉。いやでも初回やっぱり視聴者プレゼントね、多くの方に当ててほしかったんですけど、お二人を予想された方には申し訳ないです。僕が勝っても当選者一人なんですよ。そうっすよね。でも5000円もらった方が嬉しくないですか。そうっすね、そうっすけど。あここで終了のピンチ。お逃げ切った。まあ2万発ぐらいは軽く出ると思います。もう1万これで7000か8000ぐらいなんで。いよいよ2万発超えます。あもう2万発までと1回。すごーい、やばいな。カバン保留いけんじゃん。ちょっといいかも。お確かに。
行き先がな。これはぎじりますよね。ああ、まあそうですね。ああ、オッケーオッケー。まあ、ぎじさんまではいきそうですけどね。さすがにちょっとでも弱い。弱いですね。お。ん。あの円錐感とな、あれに行ってくれないと。あ、なんか、かわいい。おー、かわいい。あ、ちょっと上がりましたよ。チャンスアップしましたよ。どっちがいいんだろう。赤、赤いけ、赤、あー。赤か。赤ですね。残り10分です。10分。はい。ブルチェル来た来たな。これかっこいいんですよ。めっちゃここがかっこいい。ここめっちゃかっこいい。これ当ててわー。これも 70% オーバーでしょ確か。当たった信頼度多分ね。これいったでしょ。アルト君かわいい確かに。もう三勝を。おし、上がった。赤上がった、上がった。どうだ。えい。あー外れた。外れた。うわ。あーダメ。あ、おお、さすがっすね。やったー、持っとるわ。当たりました。あの外れと思いきやしっかり復活しました。あ、すごい。これ外したくなかった。うん、いやいや、よかった。さすが、さすが、さすが。いやー、よかったー。いい。デカルチャーやりました。そうそう。いや、もうほんと一回ぐらいやりたい。うん、いやいやですね。うん、さあ、お願いします。よーし、8。これ図柄もあれですよね。まあ、まあ、そうですよね、あれでしょうね。なんもない。ちょっとやばいか。チャンスアップないぞ。なんもないです。うわー、まずい。うわー、まずい。うわー、ダメだ。切なだわ。行かなかった。行けないです。いやー、パチンコってすごいよな。これパチスロで言ったらもう5000枚近くこの一撃で出てるわけですよ。トータルで言ったら今3万発ぐらい出てるんで、そう考えたらすごいですよね。開店から来てお昼ぐらいにこの状況ってことですよ。そろそろやばい気もするな。いやいやいや、まあ、よく続きましたよ。ここまで終わってもおかしくないかなと思います。3万発には届かないかな。まあでも24,405十分な結果だと思います。これでまあ圧勝ですね。
今回第1回目は私佐野圧勝で終了終了か終了。それではタイムアップとなりましたので結果はエンディングにて、はい、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。もう結果はね、見ていただいた方には分かると思いますけど、まあ一応数字の方を言うと、僕の方がトータルで32,355玉ということで、すごい、まあ、かなり上出来の内容でございました。ただやっぱ我々も一応やっぱ意地は見せれたかなっていうのは、初当たりは取れてましたもんね。そうなんです、はい、2回引かれましたし、私も今1回でラッシュはしっかり取れましたから、そうですね、頑張りましたよ。まあまあなんとか、はい、まあまあ頑張りましたよ。ただね、僕の方が勝っちゃったんで、今回あのクオカードのプレゼント当選者数は1名ということになります。で結構やっぱ2対1だと圧倒的にもちろん2人の方が有利なんで、かなと思いきやですからね。そうなんですよ、平山さんの方にご応募された方多かったと思うんですけど、そうですよね、すいません、引き寄せ本当にすいません、僕がなんか空気読まずに出しちゃって、はい、ただね、この企画今回で終わりじゃなくて、はい、次回もありますので、はい、次はトミーさんがどちらにつくか分かりませんけれども、そうですね、もちろん次回もですね、あの前編配信後に勝者を予想していただいて、同じようにクオカードのプレゼントご用意しておりますので、まだまだね、チャンネル登録募集してますので、はい、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録をして、よかったよっていう方はグッドの方もよろしくお願いしたいと思います。さあ、そして今回お邪魔してますこちらがですね、キコーナ姫路駅前店さんになるんですけれども、はいはい、実はですね、こちらのキコーナ姫路駅前店さん、2016年の12月10日に、ね、グランドリニューアルをして、まあ、はい、新たに誕生したというお店でございまして、はい、もう12月も近づいてますのでね、あの12月は誕生の月として皆さんもですね、ぜひこのキコーナ姫路駅前店さん注目していただけたらと思います、はい、詳しくは店内を要チェックということで、さあ、というわけで次回はどんな人生になるのか、はい、次回もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。